無駄な抵抗はよせ。お前はもう囲まれている。おとなしく投降し、知っていることを洗いざらい吐けば無駄に苦しまずに済むぞ。囲まれたか。相変わらず数を頼みにすることだけは得意なようだな。お前たち、私は寛大だ。お前たちにも家族があることだろう。今引くならば命までは取りはしない。どうやら中華連合にはこれだけの数がいて、一人も賢い奴はいないようだな。なんだと。まあまあ皆さん、抑えてくださいよ。大方、侮らせ、怒らせ、揺さぶって、逃げる隙を作ろうという算段なのでしょう。しかし、愚かなのはそちらなのでは。こちらの武断交渉に釣られ、本当に一人でなかなかとやってきたのですからね。そうかもしれない。いつまでその余裕が持ちますかね。そして恐怖に歪む姿。楽しみです。かかれ。一つだけ言っておこう。一人で来たのはお前たちの言葉を信じていたからではない。私にとっては真偽どちらだろうと一向に構わないからだ。魔剣ダークフレイム。バカな。逃げるのか。私はいついかなる場合も、どのような罠が待ち構えていようと逃げはしない。正面から叩き潰すのみ。愚かな女だ。いずれ死ぬぞ。何がおかしい。まさか死人に死を心配されるとはな。地獄で私が来る日を指折り数えるんだな。なんと。よくやった、イングリッド。はっ。承知いたしました。必ず。